おーおー、すげーな。そうそう、コーアップだとね、ヒルビリーに当たるとやばいんですよ、なんかすっごいな、音なんか、立体音響のせいですげー響いてさ、ねえ、どこにいるかわかんねえ。おおお、切られていく、普通に。あ、強いんやな。うん、うまいんやな、リスナーキラーリスナーキラーね、普通にうまいんやな。ちゃんと俺とマッチングするときもちゃんとやってくれよ、マジで。いやいや、パークはふざけてるけど、ちゃんとやってるやん。なんだかんだで出ていってるから、ね。多分、いや、あんたね、強すぎて。あ、もう遊ぶことを覚えちゃったんですね、もう。そうそうそう、普通じゃ面白くないと。なんか、ほんま、そうそう、猫デッドハードみたいなのに行ったら、勝てすぎちゃう。恥ずかしい。まんまそれなんですけど、恥ずかしい。どこにいるかわかんない。上だ、上だ、きっと。なんだこれ、上です。で、今そこを回してる人が友達にいるんですけど、おとり使っときました、その今知らないフルコンさんが呼んだ人に。来たわ来たわ来たわ。ちょっとに俺が向かってる。あ、うまい。今の転送フルートうまい。いや、うまい、ちゃんとうまい。うまい、やばい。くそ、完全にチェーンソーフェイトで一回切られた。笑いすぎたら失敗したし、やばいやばい。あ、ダメ、ここ、ダメなとこだ。頼みますよ、兄貴。待って、これで扱っても、間に合うけど、終わるやつだ。お、板当てる。あ、ダメだ。あ、板当てないのか。あー、それ、あれか。今のっつっても普通に割った時が、チェーンソーで板を壊した音やね、今の部門を。なんかスタンさせたように聞こえますよね、なんか。うん、ね。あ、そう、ストレートに寄ってきたか。逆つこうと思って。ミッドウィッチのトイレのところって板あるけど。あ、袋小路っすよ、あれ。袋小路ね、無理やろな、あれ。あそこ行っちゃうと、あれは手前側で、手前側っていうか、なんか奥側でやると。あ、キャラクターいじりくん、うん、ガラクテージ使うじゃん。ねえ、ヒルビリのこういうパークっすからね。はいはい、クソキュー行きまーす。あざーす。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。あ、めっちゃ来ました、めっちゃ来ましたが、メス。これ板ないんすよね。でもゴールドマンで行こう。これ直そう。これガラクテージ来るな、これ。はい、あ、やばい、これガラクタ一に来るわ、これ。やばい、来る。これ倒しちゃう。うん。やばい。見てますよ。よし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 。見てますよ。え？これどこ？ガラクタ一に結構怖いな。結構強いかもな、ガラクタ一に。うん。さすが。うわい。70% ってとこが絶妙なんかもしれないですよ。ねえ、兄貴、そこ邪魔っす。うまい、そこ邪魔っす。そこ回したいんですけど。よいしょ、みんな頑張ってんな。うん、おい、そろそろ発電機回すか。もう板ないんじゃないですか、だいぶ使ってません、みんな。いや、まあそんなむちゃくちゃ扱ってないよ。おお、いし。いや、しっかりしてんな。ちゃんとビリビリ使ってる人の動きしてる。もう倒して、先倒したらどんどん。はい、あ、そっか、ここ袋工事か。自分で行ったのに、さっきトイレ。あ、でも帰ってきた、うん、あ、そっか。いや、ちゃんとしてるわ。一人確かにね、追い続けたら治っちゃうもん、ね。うん、てか、どっかガラクタ維持で反応したんじゃないの。あ、それで分かっちゃうんですもんね。探知系パークとしても結構優秀になっちゃったのか。うん、そうだね。お、結構ミスっている。なんか、線引きがなんかやりやすいですよね。前だったら、あ、治っちゃったってあるんですけど、70% で教えてくれるんで。怖い。うん、結構そういう判断がしやすく、あ、終わったわ、あったかもしれない。お、あ、信用ないんだけど。
ドラフト ID じゃない、16秒やから、ね、結構長いで、うん、あ、鳴り出した、あー、うまい、あー、うまい、うまいんだけど、やばすぎて、やばすぎた、強すぎた、リスナーのヒルビリーが強すぎた件について強いんだけど、何が弱体化か、いいんじゃないこれで、新しいガラクタイジリでもいいな、こうやって、うん、ガラクタイジリ、まあここ室内マップだからちょっといいっていうのもありますけどね、室内マップめっちゃ効いてるね、ガラクタイジリ、これは、うん、これ離れなきゃ目立つな、ゴールドマン、うん、戻ってきたぞ、ちょっとダメなんじゃない、ああ一緒のところに危ない、はいはい、待って石投げとかバレたバレた、今オーラで見えちゃった、俺ゴールドマンやから余計なことやってんの見えましたよ、いや今あーって急に言ったからケバブされてんのかと思った今急に声上げたからヒルビリーの声、やばいやばいやばい、爆発力のヒルビリー、あー結構ボコボコにやられてる、結構板もねちょいちょい使っちゃってるから、この辺板ないな、あこのマップってでもなんかあんま板強くないっすよね、なんか特定の場所以外は、うんそうだね、天気の場所が分かんない、こんだけオーダー見えてるんで、あれガラクタイジリって交代してもまた発動するんでしたっけ、うんするすんねん、あれは前からする、一回交代して、あれ破滅が確かにいいんかもな、あでもここないんだもんな、もうあーもう兄貴が使っていた、おーこれ間に合わねえ女、あー間に合ったけどいやー発電機破滅壊して余裕がない、なんか爆発力が強すぎて、あなんかあるっぽい、頑張れジャンプチェイス全部見えるわ、倒し忘れ、あな壊し忘れの板と、あのザムさんのチェイスと全部見える、オポチュニティと絆組んで、あここそっか、来ちゃダメ来ちゃダメどこ、あ、勝手にあれなんすね、タイカーって4箱抜いた、終わった、終わってない、終わった、あ、さよならお疲れ様です、よく通りまーす、ありがとうございます、あ、優しい、もしかしてこれあれ、これ来た、来てないっしょ、さっきあ、ナイス、素晴らしい、あ、優しくない、ちゃんとやる、あ、優しい、あ、優しくない、ちゃんとやる、無慈悲うん、この殺人鬼、はい、残り発電機3つで残り3人無理でしょこれあフルコーさんが死ぬすいつも通り、うん、いつも通りですね、比べでもねえ、てかなんかガラクタイジリがむちゃくちゃ強いな、マップと相性良すぎるなこれ、うん、このマップとガラクタイジリとあと破滅、あーのコンボね、そう残っちゃってるから一回発動して追いやられた後に、はい、うん、そうそう、追いやられた後にまたもう一回発動しちゃうから、うん、めちゃくちゃ相性よく効いちゃってる、やばいこれやばいよ、うん、頑張れ、もうみんなチェーンソーは怖くないぞ、どうせ一撃だからね、ナイス、みんなうまいね、チェーンソーなかなかっすか、リスナー、うん、フルコンリスナーは、うん、みんなうまいよ、これもやっぱフルコンさんの動画を見たからやっぱうまくなってるんじゃないですか、チェイス、そこに決まってんだろ、なんで俺が一番最初に死んだの師匠がダメじゃねえそうだよ俺はマシキルぜ、おいいね、やっていく、ゴールドマンいいなこれゴールドマンめっちゃ見えますからね、あれあ
の人何回目だ、わかんねえな。うん、あ、こなってる、うん、2回目、うん、90… なんかこっち見ないで、あ、いいこと考えた、しいや、これは引っかかるっしょ、これ引っかからないわけがないねえ、頑張れ。さあ、ユリア今どこだ、ほら、あ、なんか来た来た、ほら、あ、いたない、ここも、あ、その辺俺かな、あ、なんもない、あ、奥に1枚あった、ナイス、これ2枚もあるんか、あ、どこ下、ん、あ、どこ、壁でも壊したんちゃう今、あ、なんか赤いかの壁壊したよ、あ、あ、もう無理、割られんな、終わったね、いないよ、くそ、おめでとう、死にたくない、いや、今の割られ方はもう終わりでしたね。あれずるいですよね、チェーンソーフェイントで。普通だったら割り方がね、通常割りしかできないから、悲しい。ガラクタイ人強すぎだろう、ルビリーと。ねえ、ガラクタイ人強いな、これは。助けてー、室内マップ、はいはい、終わるしかない、なんかいた普通な叫ぶ声あげるけど全然余裕そういやこの窓な、あ、しなやか、なんだって、じゃあナンバーワン人気パークですから、 あ、すいません、そこの板使ってます、兄貴使いすぎでしょ、あなたは終わりです、うん、ああああかわいそう、かわいそう、音になんかつけてくるから、ね、あ、破滅って壊れてんのかい、あ、そうっすよ、うん、誰か直してたんちゃう、いや、誰もいないっすよ大丈夫っす、うん、あれ、おおお、はい、IQ250万、おお、うまい、うん、みんなうまいな、すいません、そこの板倒してます、あれも、あ、うん、おとりの効果で死んじゃった、いや、今、ちょっと普通にティースしてたよ、ああ、じゃあいいっすね、うん、じゃあ俺のせいじゃないっすね、うん、おとりは何もなってなかった、何もなってなかったのもなんか問題っすね特に何もなかってなかった気がする、さあ、ハッチング、ハッチングでしょ、こっから、ねえ、どこに湧くんだ、こんな奥に湧いてるとこ見たことないけどな、なんか大抵この下のね、こういうところ、普通に廊下か、まあ、教室の中か、中でもまあ入り口とか、うん、あ、あった、あゴミ太郎ゴミ太郎くん、いや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 、ゴミ太郎くん、わかんないでしょ、やっぱハッチを開けとく普通に閉められていくいやいや、こっから IQ200 あるんで、 IQ200 あるんで、ヒルビリーに無理でしょ人にね、チェーンソーでビーンって動いてたら絶対見つかるやん、おとりは使うわハッチは開けるわ十分だけ出てきて迷うことなかったからな、あ、こっちおるじゃん、ポンピューンって終わりだちょっとあった、やったぜ、おっとぜこんなんで無理や、辛そう、いや無理やろこれは、あ、どうする、ほら、なんかあの背中見ると血まみれになってるでしょ、これ、これはバグなんですよ、うん、ほら、なんか血ついてるでしょ、確かに、じゃ、あの全部のスキンを血まみれスキンにできるんや、できるってことですね、裏技あ、いけるか、いや、これで IQ2 億5000万ですよ、うん、で、ここで開いてないってなって戻るんですよ、うん、戻るやろ、で、で、ここで、あ、走っちゃ結構やばいんじゃないですか、結構残るもんね、あと最近200、あー戻ってくる、
いや、もう無理ちゃう。あ、回しちゃってきた。目視ですね、これは。終わりです。難しい。でパーク構成も結構やばいから。しなやか。早い。ナンバーワン人気パーク。ここも2枚あるとこ。なんで2枚やんだよ。今やってもどうしようもない。さあ、窓越えていく。殴られる。ああもうどうしようもないイグザも恨む何もしてないけどな あ, あ, あ当たるのかそれがねえゆっくり声やったからないやうまいなキラうまいよお前なスカッチまみれビリーなだけあるねえああ破滅だらけさねえ前やったしああいたしたあ、イタチありました破滅はあったのに破滅壊れた保険でイタチもあったけどあ、ほんとだリカバリーイタチあった、うん、ねえで、パークが熱量が減少するやつとチェーンソーの冷却速度が少し上がる、うん、あ、通常ヒルビリスね、ほぼほぼはいはいはい、はい、今までと一緒であ、そっかそっか熱量をとにかく抑えて何ねずるすぎくんいや、そんなことないけどしっかり鍵持ち込んでる